ちろんトータル全てには気を使っているんですけど、まあ、見る場合にはな、削りすぎない、残りすぎないっていう、うん、その加減は絶対なところなんで。木目だったり、型だったり、それぞれが違うんで、力加減だったり、種類もそうですね、ヤスリの種類だったり、そういうところにはヤスリの目が残らないような削り方は心がけてます。周期革なんで、靴に入れることしかできないんで、その中で、靴にぴったりフィットしてるなんて言われると、やはり嬉しいですね。シューツリーはうちの会社では2人で作ってます。普段木型を削ってる、やっぱり手先の器用だったりとか、デザインの見る目があったりとか、そういったことを重視してますね。金具は全部コーティングしてあるんですよね。湿気によって錆びるじゃないんですけど、そういう症状が出るんですよね。なんでそれを防ぐために全部コーティングしてあるんです。うちで使ってる信頼のある木でシューティーパーを作ろうと、あの木でシューティーパー作ってるっていうのはほとんどないと思うんですよ。完成した時かな、結構細かい作業が多いじゃないですか。少しずつ進めていくっていう形で、最後に全部仕上がった時が一番嬉しいです。